遥か昔、神により作られた秩序の世は、神のしもべたる天使たちにより正しく導かれていた。その世の中で人々は幸せを感じ、健やかに繁栄していた。しかし、神の世といえど永遠ではない。神の生み出した清らかなる流れも、人の営みの中でいつしか淀み、世を腐らせる毒となる。そして狂った秩序は混沌となり、過ぎた混沌もまた秩序によって飲み込まれていく。諸行無常なるこの世の中で、知恵を得た人間たちがいかに歩み、そしてむくろとなるか。新たな王の生まれるその日まで、ゆっくりと眺めさせてもらうとしよう。いいか、よく聞け。先日配布された端末にまだ登録をしていない者がいるようだ。そろそろ仮アカウントの期間が終了するから、今のうちに登録を済ませておけ。それからもう一つ、最近物騒だから必ず集団で寮まで帰るんだぞ。ホームルーム終わるぞ。ありがとうございました。ねえ、ちょっと。
何かな。いや、君は一人か？今集団下校が推奨されているだろう。よかったら僕らと帰らないか？知り合いなの？ああ、僕と宮津が一緒にいるとき、彼と何度か会ったことがある。そうなんです、タオ先輩。そっか、いつも一緒にいてくれるお兄ちゃんがいて安心だね。ああ、はい。僕ら家族は二人きりだ。それに兄が妹を守るのは当然だろ。その通りだね。それじゃあみんなで帰りましょう。そういえばタオ先輩、相談したいことって何ですか？最近ね、不思議な夢を何度も見るの。遠くから誰かが私のことを呼んでる声が聞こえてきて、それが次第に近づいてきて、間近で聞こえた瞬間目が覚める。そんな夢が毎日続いていて、相談というか誰かに聞いてほしくなって。夢は不安などの心理状態が影響する。進路のことで不安でもあるんじゃないか。なんといっても君は。何かあったのかな。そうみたいだ。すまないが少し様子を見てくる。Thank you.
先輩。さっきお兄ちゃんが戻ってきたんですが、電話をしながら駅の外へ走って行ってしまいました。そしたらタオ先輩にも電話がかかってきて、静かなところでかけ直してくるって。あの先輩、お兄ちゃんの様子見てきてもらえませんか？いつも私だけ心配されてるけど、私だってお兄ちゃんのこと。ありがとうございます。私はもう少しここでタオ先輩を待ってみます。